めちゃくちゃかっこいい。この元のコーラマル DX は赤なんですけれども、今回青ということ でこの竜がやっぱまたこの赤になるともうバチバチにはまりますね。これはめちゃくちゃかっこいいと。あ、入る、やば。いきます、1投目。うわー難しい。ちょっとめっちゃ上行ってみよっかな。ループ、あー行き過ぎた。うわ、こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。キャップ革命ボトルマンより DX エントリーセットです。それでは見ていきましょう。ということで、このボトルマン新シリーズ始まりましたけれども、もうボトルマン持ってないよっていう方、始めるならこれって書いてますね。ということで、もうこの1個の中にこの2体まずボトルマンが入ってて、でさらに遊べるいろんなね要素も入ってますよってことなので、でさらにこれすごいのが、このコーラマル DX とアクアスポーツ DX、 これなんと色が逆になってるんですよね。コーラマルが青、アクアスポーツが赤っていう、これめちゃくちゃ面白いカラーリングになってますので、ちょっとこれはねもう買っておくべきものなんじゃないかなと思いますね。こう遊び方もねいろいろ書いてますね。一人でも遊べるし二人でも遊べるよって感じですね。それでは早速開けていきたいと思います。さてさて、はい、おおー、こんな感じで入っていると。段ボールに、うわ、もうぎっちりと詰まっておりますね。はい、ということで、うわすごい。それではちょっとこれシール貼ったりしていきますか。中身を取り出すと、コーラマル DX ブルーバージョンとアクアスポーツ DX レッドバージョン、そしてバスケットゴールとホッケーパック、あとターゲットが10個とキャップが10個入っております。それではまずはこの限定ボトルマンから見ていきたいと思います。こっちのコーラマル DX ブルーバージョンはこんな感じの見た目になっております。どうでしょうか。めちゃくちゃかっこいい。この元のコーラマル DX は赤なんですけれども、今回青ということで、このアクアスポーツ DX ともうほぼ同じカラーリングになってます。この中のコアボトルもこの水色と乳白色のクリアカラーというね感じになっておりますと。いやこれめちゃくちゃかっこいいですね。で次こちらですよ。はい、アクアスポーツ DX レッドバージョンと。いやこのアクアスポーツ、この竜がねいるじゃないですか。でこの竜がやっぱまたこの赤になるともうバチバチにはまりますね。これはめちゃくちゃかっこいいと。はい、でまあこんな感じで、はい、コーラマルと同じカラーになっております。で元の、はい、アクアスポーツ DX と比べるとこんな感じになっておりますと。このね黄色いね部分がこう色が足されたりしてるの面白いですよね。でしっかりこのキャップも色あれなんですけど、しっかりそれぞれのコーラマル DX のブルーキャップ、そしてアクアスポーツ DX のこのオレンジのキャップっていう、結構レアなねキャップがついております。ということで、いやこれさらにこう色がこう同じなわけですよ。こんな感じで赤と青で、なのでこれカスタムしても面白いんですよね。ということで、ドリンクロスするとこのような感じになります。どうでしょうか。やっぱりこれめちゃくちゃかっこよくないですか。このアクアスポーツ DX の顔にコーラマル DX の腕で、さらにこのマガジンもついてるとめちゃくちゃかっこいいですよね。でまあこっちはこのマガジンをつけて足を交換したっていう感じになっております。で、まあ、これねこの交換した先も、はい、こんな感じでねこうボトルマンが出来上がるので、こっちもねまた面白い見た目になってるんじゃないかなと思います。めっちゃちっちゃいですねこれ。はい、ということでこういうねこうカスタムも楽しめるというね。それではここからは実際にこのエントリーセットで遊んでいきたいと思います。
で、この自分のねカスタムしたボトルマンでやっていきます。で、このターゲットの遊びは以前投稿してるボトルマンの動画でいろいろやってるので、そちらぜひ見てみてください。今回はこちら、まずバスケットゴール使っていきたいと思います。で、競技名フリースローですね。で、このここにゴールにパッとこうキャップが入れば OK ということでやっていきましょう。ちょっとここのねシューティングラインからはみ出ないようにちょっとやっていきたいと思います。角度はつけようかな。いきます。1投目、うわー難しい。ちょっとめっちゃ上行ってみようかな。ループ、あー行き過ぎた。やーば、すげえ、うわー絶対入んないと思った。いやちょっとこれめちゃくちゃ難しいので、皆さんもやってみてください。このフリースローのループ入れ、こうやってね円を描いてこう入れるっていう、めちゃくちゃ難しかった。やば、ちょっと一回このまま直接こう打ってみようかな。あ、入る。やば、これめちゃくちゃ簡単ですね。これは簡単だ。ちょっとこれできた人はループでこうやってみてください。これめちゃくちゃ難しいんで。はい、いやむずいね。うん、あとはこのゴールのこれですね、ボードをスッと取り外して、この輪っかをピッとこう上に上げてあげると、このリング通し遊びもねできるので、ちょっとこれも最後やってみようかなと思います。それでは行きましょう。このリングに入れれるのか、あー難しい。行きます。2回目、いやーちょっと上行っちゃった。3回目、4回目、あーいけました。ということで、あ、これも結構簡単かもしれないですね。はい、ということで、こういろんなね遊び方ができると、まあ、今回この動画ではこのゴールだけやりましたけれども、これですね、これを押し合ってやったりとか、これを的に当てたりとかっていう遊び方もできますし、このターゲットですね、このターゲットをいろいろ並べてそれを倒すって遊び方もできるので、いやこれは無限に遊べますね。ということで、今回のボトルマン DX エントリーセットのレビューいかがだったでしょうか。もう先ほどもね遊んでた通り、もういろんな遊び方もできますし、限定カラーのこのかっこいいボトルマンが手に入って、自分なりにそれをまたねカスタマイズすることもできるということで、いやこれはまずね1個買っておいて損はないんじゃないかなと思いますね。まさにボトルマン初心者の方とかにぜひおすすめしたい一品だなと思いました。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。